そう。さあ、今日も通り散歩は GH4 のマニュアルフォーカス。マニュアルフォーカス練習中。昨日ね、カズチャンネルのカズさんとちょっとチャットしてて、お互いカズさんと、なんかフォーカスのブレについて語ってたんですけど、なんかマニュアルフォーカスちょっと僕練習してますみたいな話をして、たらカズさんも、じゃあ僕も練習してみようかなみたいな話になってちょっと盛り上がってました。っていうのもね、昨日も言ったんですけど、GH4 多分デフォルトだとフォーカスピーキング機能がオフになってて、マニュアルフォーカスアシストって基本的に拡大してフォーカスリングをマニュアルで動かした時に、画面の一部が拡大表示になって、そこでピントを合わせるっていうスタイルを、なんか標準推奨してる感じなんですけど、それよりはね、多分それは本当に写真撮るときは多分そっちの方が使いやすいんですけど、なんか僕らみたいに動画に使う場合はあんまり使いやすくないし、そもそもその機能が動画を録音中になると、録画中になると効かないんですよね。まだ録画開始してない時にリング動かすとズームになるんだけど、いざ実際録画が開始されると全然その機能が働かなくて、ほとんどフォーカスが目視でコントロールせざるを得なくなるんで、それちょっと厳しいんで、でフォーカスピーキングを有効にしたら、フォーカスピーキング機能だと、今一脚をつけてますけど、フォーカスピーキング機能だとそれがね、動画の録音中とかでも問題なく動くので、そっちを使う方がいいんじゃないかという話をしていました。だこれやるともう常に指定した色で、画面のフォーカスが合っている部分が縁取られるんで、いい感じだと思いますよ。でもって相変わらずこの一脚をですね、昨日ねちょっと、一回この設定を剥がしちゃったから、また設定にちょっと手間取ってんですけど、こんな感じで設定ができれば、あとはもうこれだけでいい気がする。いい、ちょい気持ち、気持ちこんなもんかな。どうすかね。こんな感じで、なんかね、ほとんど今もそうですけど、このドリ散歩の撮り方だと、さっきもマニュアルフォーカスで言ってるけど、なんか一回もフォーカス変えてない。完全に固定位置で、フォーカス固定でほぼ問題なくいけてるんで、ほんとマニュアルフォーカスでいける気がする。あれ？よいしょ。サイドブレーキが降りてなかった。さあ、ということで本日もこれドリ散歩17回かな。ドリ散歩がいいペースで進んでおりますが、ご覧の通り散歩と言いながら、あ、嫌なこと思い出した。俺どうもさっきから色がおかしいと思ってたら、これあれだ、完全にホワイトバランスを撮影中ホワイトバランス変えられないんだ。これ完全にホワイトバランスミスってるな。失敗した。一回、まさかの初一回止めするかな。ちょっと一回止めざるを得ない。
かな。まあ、一回これで行ってみるか。外まで。もしかしたらこれ室内だからホワイトバランス。昨日ね、あの PS4 の開封動画を撮るときに、あの室内で夜撮ってたら、なんかあまりにもホワイトバランスがずれるんで、自分で直したんですよね、手動で。これちょっとさすがにやばいフォーカスカラーになってるから、一回止めて、さあ録音再開して、ていうか一回止めて再開できるんだったら、あのあれじゃない、 GH4 使わなくても LX100 で10分おきぐらいに止めてれば実は問題なく LX100 の通り散歩できちゃったりするのか。まあいいや。ということで、マニュアルフォーカスしてます。でね、今日話そうと、ドリ散歩のテーマをいろいろ考えてたんですけど、今日ね話したかったりネタは、スマートホーム化。これなんか結構、反響が良くて、僕のポッドキャストバックスペース FM というポッドキャストで B サイドだったかな、松尾さんとパートナーの松尾さんと2人で、ただ話すという回で、ちょっとその僕が最近スマートホームにハマってて、Amazon のアレクサと、ロジテックの、日本だとロジクールかな、ロジテックのハーモニーっていう、日本でもハーモニーっていうのはなんか超万能リモコンみたいな、ボタンが100個ぐらいついたような超多機能リモコンとして、そう結構有名だと思うんですけど、あそこが今アメリカだとハーモニーハブっていう、あのリモコンは全くないんだけど、リモコン的なもんではなくて、もう本当にね、なんて言うんだろうな、あの Wi-Fi ルーターみたいな、ぬるっとした化粧箱みたいな箱、ちっちゃいボックスだけがのデバイスみたいなのを売っていて、それが実はあの万能リモコンになるんですけど、もちろんボタンがないから操作系は全部 iPhone とかスマートフォンでやるっていうデバイスなんですね。で、あの基本的にはもう本当ハーモニーの機能を踏襲して、それどころかその IR の赤外線でできるコントロールと Wi-Fi でできるコントロールと Bluetooth でできるコントロール全部包括してるから、もうほんと最強のリモコンというかコントロールデバイスなんだけど、でそれで操作系はスマートフォンの画面上でやるから、もうほんとあらゆるものが操作できるっていうやつで、ハーモニーの売りであるアクティビティという、なんかシーケンスを作れば、例えばじゃあ僕はテレビを見たいです。もうむしろテレビを見たいというよりも Apple TV を見たいですって言ったら、テレビの電源入れて HDMI を Apple TV のつないで、例えば HDMI1 に切り替えて、で、僕とかは BOSE の、スピーカーシステム使ってたら、そっちも立ち上げて、でそっちの入力端子もちゃんと、Apple TV のに合わせてくれてみたいなのを一連のこうシーケンスでパッ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 とこう操作してくれるんですね。でオフの時はもちろんオフで全部それを切ってくれるし、でそれが、Amazon の、エコー、アレクサ対応してて、連携させると Amazon エコーと連携させると、そこでね作ったシーケンスを音声でコントロールできるんですよ、Amazon エコーで。だから僕とかだとそのウォッチ TV っていうので、一連のテレビをつけるための儀式を登録してると、それを、アレクサ側からターンオン TV みたいな感じで、呼び出すと一連の動作が全部こう音声経由で発動されるっていう。もうこれ結構な未来っていうか、何せ所詮万能リモコンだとしても、
なんかあのシーケンスをリモコン探して多分電源を押すっていう、リモコン押してボタンを1個押すっていう手間が実はすごいコストだったんだなと思ってて、複数のリモコンを操作していろいろセットアップするのも手間なんだけど、そもそも1個目のリモコンを探して電源を入れるっていうこと自体が多分相当めんどくさい作業なんですけど、あのそれがね音声でできるともうながらで、別になんかそこにこう状況を自分を一回意識を置く必要なくて、ながらでお願いしといたら、まあ、時間かかっても勝手にやってくれるんで、むしろねそのセットアップが電源つけてなんとかってやつが結構時間かかってもあの10秒とかかか、まあ、10秒かかんないんですけど何秒かかかってテンポが悪くてもほとんど気にならないんですよね、なんかお願いしてるから。あれが多分自分で操作でリモコンでやってると、あとそうそうデジタルテレビになって、あのデジタル放送になって、あのテレビがリモコンなんか電源入れてからあの基本全部操作系が遅いじゃないですか。あの電源入れてもチャンネル切り替えるのに結構待たされたりとか、入力切り替えしたいだけなのになんか5秒ぐらい待たなきゃいけないとか、でああいうのがもうあのアレックさんお任せなんで別に何秒かかっててもそんなに気にならないっていうのがもうスマートフォームの絶大的なメリットだなと今感じているんですけど、そうそう、でそれがコントロールできるようになったんで、このね Amazon エコーとハーモニー、ロジテックハーモニーの組み合わせにすげえハマっている。で今日はついに昨日あのメインチャンネルで PS4 Pro の、開封してセットアップしたっていう、あの初代 PS4 からのデータ移行したっていう話をさせていただいたんですけど、それ自身もね、あの PS4 Pro ね本当にあれは思ったよりもただプロってついてる以上にすごい良くて、いやもっと早く開けてればよかったし、なんかすごいまたゲームをするのが楽しい感じになってきたんで、いやあれはもっとマーケティングした方がいいんじゃないのっていうぐらい、買った後の所有感が高くて良かったなと思ってるんですけど、もう今の僕は PS4 買います、スリムとプロどっちがいいですかって言ったらもうなんか即答プロをおすすめしたいですね。やっぱりねちょっとでもパフォーマンスが速いとかちょっと画質が綺麗とかいうだけでもやっぱり全然気持ちよさって変わってくるから素晴らしいですよ。でまあそれ PS4 の話はまあメインチャンネルしたんですけど、で今日そのハーモニーでもしかして PS4 あのハーモニーってそのさっきも言ったように Bluetooth も Wi-Fi もコントロールできるから、実はね PC で今あのメインでテレビ見るときはもう基本 PC つないじゃってやってるんですけど、そうすると、PC はまあリモコンないんだけど、ハーモニー上で Bluetooth リモコン、あ Bluetooth キーボードマウス代わりに、ハーモニーが操作できるんで、 iPhone 上からの仮想トラックパッドみたいなんでマウス操作できたりもするんですけど、ってことは PS4 もいけるんじゃないかなと思ってセットアップしてみたら、やっぱりちゃんとハーモニーハブのデータベースの中に PS4 あって、で Bluetooth デバイスとして PS4 とペアリングすることで操作もできるので、これ素晴らしいですよ。 PS あの Alexa turn on PS4 とかっていうとテレビついて、 PS4 が僕は HDMI 4につながってるんで、テレビは1なんですけど PC は1なんだけど、ゲームは4につないでるんでちゃんと4に切り替えて、で BOSE のスピーカーシステムを立ち上げて、で PS4 の電源も入れてくれるっていうのが期待なんだけど、なんか若干微妙、もしかしたらまだ設定なのかもしれないけど、これ1個だけまだ完璧ではないなと思ったのは、 PS4 の電源はどうも入れられないみたい。Bluetooth デバイスで登録してるから電源が入ってアカウントにログインしてると操作はできる。だけど、最初の電源をなんか PS ボタンかなんか電源をピッと入れるところはどうも Bluetooth から制御できないのか、もしくはスタンバイモードみたいなのがあればできるんですけど、ちょっと朝短い時間でパパッと設定してる限りでは、電源がなぜか入れられなくて、そこだけコントローラーを探さないといけない。まあゲームするときはさすがにコントローラーいるから、まあ、正直そこは妥協してもいいかなっていう気もするんだけど、ここまで行くと電源まで入れてほしかったなという気はするんですけど、で、マルチユーザーで使ってて、
複数ユーザー選択画面があると、そこまでもまだ操作できなくて、あれって多分 Bluetooth デバイスがアカウントごとに紐づいてるから、ログインする前の画面ではまだ使えなくて、まあ、自動ログインにしてたり、まあ、普通はそんなにマルチでアカウント切り替えないから、まあ、そこはあんまり問題ないかもしれないんですけど、何せあの PS4 の、 あのメインの画面に入ってしまえば、iPhone 上から、コントローラー操作できるから、もうそこから左右上下左右とか あらゆる操作はできます。なのであのメディアプレイヤー的に使ってる場合でも結構便利だとは思うんだけど、そうすると PS4 のコントローラーなくてほとんど全部操作できちゃうけど、ちょ最初の電源入れるところだけなんとか方法を模索したいですね。で感心したのが、ターンオフするが PS4 オフにする側で、そうするとあのねちゃんとね PS4 の電源切ってくれるんですよ、ハーモニーが。でも多分 PS4 の電源を切るっていうコマンド自体はリモコンにはないんですよね。でなんかシーケンスをちゃんとプログラムされてて、多分一回 PS ボタンを押して必ずホーム画面に戻って、で、右とか左とか確実になんか一回画面上の UI を操作して、一番右の設定のところにある電源切るボタンに、カーソルがきちんと行くような操作を、だからあの自動操作みたいな感じでやって、で最後メニューから、電源を切るっていうところを選んでくれるっていう一連のね操作がね、なんかあたかもロボットが操作してるみたいにパパパパパッと操作されて電源が切れるっていうのが、すげえ頑張りすぎと思って、そっちできんのになぜ電源入れられないんだっていう感じだから、もしかしたらそこもそんなに頑張ったのに電源だけはどうしても入れられなかったのかもしれないけど、もうそこがねすごいちょっとあの拍手したくなるぐらいでした。あの完全に操作を頑張ってくれる。ただそこも一個だけ、改善をお願いしたかったのは、電源切っちゃうからあのスタンバイモードにしてくんないんで、あの PS4 って電源を切るのとサスペンドみたいなモードがあって、サスペンドモードにしとくと裏でゲームのダウンロードとか継続してくれるんですよね。だからまあもちろんその分電力消費量高くなるんで完全電源切った方がいいんだけど、僕今絶賛大量ダウンロード中なんで、電源完全に切られちゃうと切れてる間何もできないんで、そこはスタンバイモードにするっていう設定も追加してほしい。それもあるのかな。あのちょっともう会社ついちゃったんで、時間切れでまた別途話したい、もしあのコメントなどあればまた詳細話したいですけど、本当ね設定がカオスなんあのハーモニー自体の設定かなりカオスなところとか、ちょっとすごいところだけ話したんだけど、それは本当設定だけ完璧にできちゃえば本当便利なんですごいんだけど、そこにたどり着くまでの地獄の道のりについては別途話したいなと思います。ということで、今日のドリ散歩以上でございます。